んにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は1月24日に発表された事業復活支援金、新しい情報が出ましたので、そちらの方を解説します。皆さんが絶対ここが気になるポイントだよねというところをまとめてギュッと解説しますので、よろしくお願いします。私はオンラインサロンの他に Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、ぜひそちらの方の SNS もチェックお願いします。また1月に本を出版しましたので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは早速動画本編の方行ってみましょう。はい、それでは1月31日申請スタートという情報が出ました。事業復活支援金申請の気になるポイントをまとめてギュッと解説していきます。本日の内容です。まずさっくりとね、事業復活支援金についてさらっと復習をします。その次、申請の流れを解説、申請フローが発表されましたのでそちらを解説します。そして申請に必要な提出書類についても情報が出ましたので合わせて解説をします。そして次、皆さんがきっと気になってるだろう、給付額の算定の計算方法なんですけど、これ以前動画で計算方法については解説したんですけど、今回の発表された情報で青色申告の方の場合と白色申告の場合はどうやって計算すればいいの、特にこちら白色申告の場合の計算方法について情報が出ましたので、白色申告って方はチェックの方お願いします。そしてまた給付額算定の時の給付金の扱いについても情報が出ました。こちらね、注意しないとね、計算自体間違えてしまいますので、必ず動画の方でチェックの方お願いします。要はどういうことかと言いますと、過去もらった給付金や時短協力金などね、出ている方いると思うんですけど、今回の算定の時、売上がね 50% ダウンしてるのか 30% ダウンしてるのかの計算に含むのか含まないのか、そちらの方の情報出てますので、こちらね、動画最後の方までよろしくお願いします。またさらに特例措置についても紹介しています。例えば、新規開業の場合どうなるのとかね、法人なりしたんだけどどうなるのっていうような特例措置も出ましたので、そちらの方も合わせて紹介します。そして最後、こちら注意点なんですけど、差額給付の申請についても情報が出ましたので、こちらの方きちんと解説しますので、最後までぜひご覧になってください。2022年1月に私がね、経理節税 Q&A ということで、自営業フリーランス向け、もうとにかくね、わからないこと、めんどくさいこと、経理税金確定申告についてギュッと一冊に向けたね、本になってますので、ぜひ皆さん Amazon、 楽天ブックスで発売中です。また Kindle 版作成予定のようですので、もし出ましたらね、 Kindle 版がいいよという方はもうしばらくお待ちください。サイン本はベースの方から買えます。では早速本編の方行ってみたいと思います。はい、まず事業復活支援金とは、以前からねこちら紹介してるので、皆さんもうね知ってる情報だと思うので、さらっといきます。まず新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた事業者であること、そして2021年11月から2022年3月いずれかの月の売上高がね、過去の2018年の11月から2021年3月の間の同じ月と比較して、売上高を比較して 50% 以上、または 30% 以上、 50% 未満減少している事業者に出る支援金となっています。でね、もうこちらもおなじみなんですけど、中小法人は上限が最大250万円、個人事業の方は上限最大50万円を支給しますよっていうものです。そしてね、この上限額が売上高と売上高減少率によって変わってきますので、こちらの方もね今回解説しませんので、表のところで自分がどこに当てはまるのかっていうのを見てもらうようにお願いします。はい、では申請の流れについてです。まずね、申請期間が今回情報で発表されました。申請期間がいつかと言いますと、2022年1月31日の月曜日から5月の31日火曜日までが締め切りになってますので、この申請期間必ず頭に入れておいてください。そしてまた申請フローの情報が出ました。一体どういう流れで今回の支援金の申請がしていくのかということが、こちら表にねうまくまとまってますので、この経済産業省の表をそのまま使わせていただきます。まずね、一つの申請パターン A です。過去に一次支援金や月次支援金をすでに支給している方は、アカウントの申請や登録のに、まあ、これが事前確認と呼ばれるものですね、事前確認を飛ばしてそのまま申請に行くことができます。またこの一次支援金や月次支援金を受給していない方、一度ももらったことがないよ、申請したことがないよって方は、事務局のホームページから申請 ID を取得するとこからスタートです。 JBIZ の ID は不要です。そしてこちらの方でホームページで申請 ID を取得した後に、こちら
らの流れ、まあ、事前確認へと行きます。でこの継続支援関係にあたる登録確認期間がある方はこちらで少し簡単に省略して事前確認が終わりますよっていう風になっています。で全くね過去に受給もしていないし継続支援関係にあたるような登録確認期間がない方はこちらのような流れ、 B パターンの方は少しね一部省略することができるんですけど、 C パターンの方はもうがっつり全部申請そのまま順序このように申請フローの順番に進んでいってください。先ほど言ったこの登録確認期間があるものっていうのはどういった方のことを言うんだろうって皆さん疑問に思うと思うんですけど、この登録確認期間がある方というのはどういったことかと言いますと、例えばですけど商工会や商工会議所の会員や組合員である方とか、または法律に基づく事業、中小企業診断者、行政書士、また税理士の顧問先であるっていう方はこちらに当たります。また金融機関の融資先、要は銀行から借り入れしていてその金融機関の方がこの事前申請してあげるよみたいなお付き合いがあるみたいな感じのイメージ、分かりやすいですかね、という方はこの登録確認期間がある方に該当します。それ以外の方はねこちらでない方で進んでいってください。というわけで A 申請パターン、 B 申請パターン、 C の方というふうにねこのように申請フローによって分かれていきます。この、ね、図分かりやすいのでこれ概要欄にこの資料全部 URL にね見れるようにしておきますので、詳しくはそちらの方からね自分がどこのパターンに該当するのか見て申請の流れ見ていってください。はい、そしてこちらの事前確認の注意点なんですけど、他にもねいろいろ詳しいことはねこの資料に書いてあるんですけど、今回挙げるポイントの注意点としてこれですね。事前予約の連絡を必ずして、日程や方法、まあテレビ会議なのか対面なのか電話なのかについて調整してから行ってください。事前予約せずにこの登録確認期間を突然訪問したりするということは絶対に行わないでください。こちら注意点ですので、ね、ちゃんと事前に予約をしてくださいってことですね。気をつけましょう。次、申請に必要な書類について解説していきます。このようになっています。先ほど言ったように過去に一時支援金や月次支援金をね受けている方は書類がこれだけで済みます。まあ、確定申告書、売上台帳、まあ、売上帳簿、もしくは本人確認書類、通帳、あとね同意書ですね。で済むんですけども、何もね一時支援金も受けたことないよ、月次支援金もまだ受けたことないよ、申請したことがない。まあ、かつこの登録確認の継続支援の関係がない方はこの全てを必要書類として提出する必要があるということです。先ほどねフローで言ったようにこのね一時支援金または月次支援金の受給者は少しねステップをね飛ばせるって言ったんですけど、まあ、こういう必要書類にも関係がしてきます。はい、そして次に提出が必要となる確定申告書について解説をします。今回ねこの動画自営業向けフリーランス向けですので、法人のところの解説は省きます。個人の場合ですね、確定申告書、いつの確定申告書が必要になるかっていうのが表になってまとまっています。要は選択する基準期間によって変わってきます。基準期間のパターンとしては ① ② ③ とあります。① からいきますね。2018年の11月から2019年3月まで、ここを基準期間として選んだ方は確定申告は2018、2019、2020年が必要になってきます。そして2つ目、基準期間を2019年の11月から2020年の3月にした方は確定申告書類は2019、2020年分が必要になります。そして最後のパターンですね、2020年の11月から2021年の3月を基準期間にした方は2019年、2020年、2021年の確定申告書が必要になりますよということです。自分がねどこに該当するのか、こちらの表もね概要欄の URL から飛べるようになってますので、合わせてね自分がどこに該当してどの書類が必要なのか、どの確定申告書が必要なのか必ず確認をしてから申請するようにしてください。はい、そして申請書類なんですけどね、こちらのね PDF のチラシの方がずっとカラーで分かりやすいので使わせていただきました。個人の場合は本人確認書類ということで運転免許証、マイナンバーなどなどこちらのものを出します。そして売上台帳、振込先の通帳、開いたね1ページ目と2ページ、そして日付印のついた、まあねこれは日付印というのは何かと言いますと、税務署での受付印があるよっていうことですね。ここに日付に郵便の消し印みたいな形で何年の何月何日に出しましたよねっていう風なものがついています。それのある確定申告書の控えを該当する年度分を準備するようにしてください。もしこのね日付印ないって方で e-tax でしてるって方は e-tax のねこの受領通知みたいなものが代わりになりますので、そちらの方を準備の方お願いします。そしてこちらですね、代表者、個人事業主本人が辞書した同意書が必要になります。それプラス今までね一時支援金や月次支援金を受給していない
ていないという方はこちらの書類も必要になります。基準付きの売上台帳、基準付きのみたいな形でこのようにね6、7、8とありますので、そちらの方準備の方よろしくお願いします。でね、こちらのね裏付けとなるもの、帳簿書類などは捨てないで必ず保存してくださいね。ここ注意点ですので、お忘れのないよう、もう申請終わったからといってね捨てたりしないでください。これはね申請のみならず税務調査対策でもそうですし、書類は保存義務がありますので捨てないようにしましょう。はい、それではね皆さんが気になっているであろう給付額の計算方法についてです。青色申告の、ね、方の場合からね解説をしていきます。基本の公式というかね計算式はこちらになります。給付額がどのように決まるかと言いますと、基準期間の売上高から対象月の売上高をかける5したものを引くとそれが給付額になります。これが基本のね計算ルール、計算方式になりますので、頭に入れて今後の話を聞くようにしてください。以前動画でこの事業復活支援金の計算方法については丁寧に解説したものがありますので、今回の説明聞いてよくわからなかったらもうちょっとゆっくりね詳しく説明してほしいって方はこちらの動画を見ていただけるとより理解が深まると思います。はい、では個人事業主で青色申告の場合ですね、こちらの表を見ながら進んでいきましょう。基準月がこちら2019年の11月、ここがね売上が50万円でしたと。じゃあどこと比較しますかっていうと、2021年の同じ月じゃないといけないので11月と11月でどの11月を選ぶかと、2021の11月を見たところ売上が30万円で 40% 減少していると。ってことは今回のね事業復活支援金に該当するということで計算をしていきます。じゃあいくら給付が出るのか、この基準期間の収入を見ます。この基準期間の収入というのがどこかと言いますと、この比較した2019年の11、12、2020年1、2、3、5ヶ月分の売上を足します。そうすると合計が190万円になります。で190万円、ここが計算式でいう基準期間の売上高になります。そこから今回11月のこの30万円で検討してますので、ここが対象月となります。この対象月かける5ヶ月分をします。そうするとここですね、190万円引く150万円で寄付金額は40万円というふうに計算式出ると思います。上限額がね今回 40% の減少で 50% ではないので、 30% から 50% 未満のところに該当するため上限額は30万円になります。なので給付額が30万円というふうに計算します。これがね自営業で青色申告の方の計算方法のサンプルです。これをね参考にして皆さん自分の場合はどうなのかなっていうのを試算してから申請するようにしてください。次にじゃあ白色申告の場合はどうやって計算すればいいのかについて次のスライドで紹介します。はい、白色申告の場合です。要は個人事業主で月間事業収入が確認できない人の場合どうやって計算するんですかってことですね。こちらのね表を見ながらいきましょう。こちら2019年の1月、これ50万円ですね。ここを基準期間で比較するとこの方はね決めましたと。で2020年の1月を見ると20万円になってるということで 60% 減になってるよねということで今回ね該当するっていう風になります。じゃあここの白色申告の場合って、ここのね要は月間の月ごとの売上が収入が確認できないと思うんですよ。そういう方の場合は平均値を取ります。どういうことかと言いますと、この方は年間2019年、要は比較する年の2019年が600万円売上がありましたということですので、平均して、まあ、割る10にすると1ヶ月平均50万円の売上ということになります。例えばこのね年間480万円の時は割る10にすると1ヶ月の平均が40というふうに出ます。このように平均、1ヶ月の平均を出して比較します。今回ここの比較する月の平均1月が50万円でしたと。そして22年の1月が売上がダウンしていて20万円に減ってるということは 50% 以上減のため、まあ、上限額は50万円ですと。じゃあ今度このね先ほどの計算式、公式に当てはめて計算をしていきましょう。そうすると基準期間の今度は事業の収入の合計をしないといけないです。これは基準期間のここの2018年の11、12、2019年の1、2、3を足した金額になります。そうするとここのオレンジの線のとこですね、オレンジの線のこの事業収入の合計、基準期間の合計は230万円と出ます。たら対象月がいくらだったかっていうと、1月は20万円にダウンしてました。ということは20万円かける5ということで100万円、これを230万円から100万円を引くと残りが130万円になります。そして上限額がね先ほど見たように 50% 以上減の方で、自営業の方は上限額は50万円というふうにね決まってますので、寄付金が50万円になりますよっていう結果になります。このように白色申告の方は計算をすることになります。はい、そして次は給付額算定の給付金の扱い、この2つのポイントがあります。これ間違いやすい箇所じゃないかなと思いますので、皆さん必ずここ確認するようにしてください。
まず一つ目です。要は対象月や給付額の計算によっては、まあ、過去にね新型コロナウイルス感染症対策としていろいろな給付金や補助金が出ていると思うんです。その額は除いて考えていいですよってことです。ここにね月間の事業収入があって、こちらの方にねいろいろな新型コロナウイルスに関連する給付金をもらっていました。売上が収入が減少しています。でその時にはですね、ここの給付金については除外して含まないで考えていいですよ。まあ、該当するかどうか、この 30% 以上減少してるのか 50% 以上減少してるかっていうのは今までもらった給付金については含まないで計算をしていいですよっていうことです。じゃあどういった給付金補助金があったのかと言いますと、でここにね該当するものメインのものが挙げてくれています。事業化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金等々は除いて考えて OK ということです。そしてもう一つ、こちらがねこれで含まなくていいというふうに聞いたがゆえに間違いやすいポイント2つ目がありますので、次のスライドで見ていきます。はい、こちらです。こちらはですね、対象月の時に今さっきのね給付金とか補助金ではなくて、時短要請によって持った協力金を受給した場合ですね。この協力金を受給した場合は対象月の月間事業収入から含んで収入に加えて計算をしてくださいよってことなんです。だからさっきとは逆なんですね。ですのでこちらのね図3点のイメージってありますけど、ここに月間事業収入があります。ここが基準月ですね。その場合にはこの時短要請に応じてもらった協力金が含まれている場合に 30% の水準、 50% の水準を切らない場合は申請に該当しませんということです。で該当するケースはどういうことかって言いますと、この時短要請に応じた分の協力金を入れてもこの 50% を切っているというような対象月がある場合は今回の事業復活支援金をもらえることになります。でね、ここに参考とあるんですけど、協力金自体が対象月にまたぐ場合などなどね、イレギュラーな場合があると思うんです。そういう場合の計算方法はここにね載っていますので、もしそういうところに該当するよっていう方はこちらのね計算式を確認してください。またね、イレギュラーな場合、自分の場合これどうなるの、ちょっと特殊なんだけどっていう場合は申請期間に必ず確認をするようにしてください。間違えるもとですので、ちょっとね不明な点、ちょっと変わったケース、特例とかねイレギュラーなケースだよっていう方は必ず申請期間に直接確認することをお勧めします。ですのでね、給付額算定の時にはこちらも考慮して、もう一つのこの場合、要はね時短の協力金の方も考慮する必要があるってことですね。はい、次は特例措置についてです。これね皆さん質問が多かったんですけど、新規開業の場合はどうなりますかとかね、いろいろコメントで質問が来てたんですけど、特例措置についても今回情報が公開されました。まあ、証拠書類に関する特例と季節性収入の特例、またはね合併や事業承継の場合はどうなりますか、法人なりの場合はどうなりますかっていう特例が載っています。一番多い質問はおそらくこの新規開業特例についてだと思います。こちらこのようにね情報開示されてますので、もしね新規開業特例に関連するって方はこちらの方ね資料の方載ってますので必ず目を通すようにしてください。あとそれ以外にはこのような特例の方が載ってますので、必ず特例に該当するよっていう方はチェックの方お願いします。そして申請開始なんですけど、一般の方が少しね始まって後になりますので、2月18日頃からスタートする予定です。そしてもう一点まだあるんですね、注意点が。差額給付の申請についてね少し解説していきます。基本的にこの事業復活支援金は1回限りの申請しかできないというのが原則です。でももし万が一 30% 以上 50% 未満の売上高減少で申請をした後に、その後に要は新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて予見できなかったような 50% 以上の売上高減少が生じた場合のみ、この給付算定額がより高くなる方に対して差額分を追加申請をすることでもらうことが可能です。これ皆さんね、もし万が一ね申請してその後に 50% 以上ダウンしたっていうような場合には、この差額給付分を申請することができますので、少し頭に置いて、もし万が一このケースに該当した場合は、あ、そうだったかもということで、ね、この動画の内容を思い出してもらって追加申請すればいいと思います。そして追加申請の受付開始は初回申請の方が申請の受付終了後からスタート予定にしてます。また手続きなど詳細は今後また情報が出てくる予定ですので、新しい情報が出てくると思いますので、アンテナの方を貼っておきましょう。はい、そして最後、今回の動画本当注意点ばっかりで申し訳ないんですけど、さらに注意点です。今回ですけどね、この事業復活支援金なんですけど、給付要件を満たさなければ給付対象外です。ですのでこちらの方よく確認して出すようにしてください。
はい、ポイントなんですけど、この事業復活支援金が出るっていうことで、先に情報を皆さん知っているわけで、この出るということで自主的にお店を閉めて休んだりとか、1週間2週間1月休んで、要は売上を下げたりしているような、要は自分でコロナとかの影響ではなく、自分で意図的に休みを取ったり休業したり営業時間を短縮したりする場合には該当しませんので、不正のないようにお願いします。もう一つなんですけど、過去のね、持続化給付金や家賃支援金、その他のね支援金で不正受給を行った人には、今回の事業復活支援金も申請受給を行う資格はありませんので、厚かましく申請しないようにしてください。はい、じゃあお問い合わせ先について最後紹介をします。要はね、ホームページはこちらですよということで URL が載ってます。また事業復活支援金事務局の相談窓口があります。申請者専用、登録確認機関専用というふうに電話番号分かれてますので、質問したいこと、聞きたいことがある方は直接支援機関にお問い合わせください。たまにコメントでね、この場合どうですかっていう風にね来るんですけど、税理士の方はそれを決める判断できる立場にはなくて、情報はあってこのように解説できるんですけど、それが OK かどうか判断するのはこちらのね事務局相談窓口側、まあ申請側の機関となりますので、そのあたりご了承いただければと思います。そしてウェブ申請にね今回スタートします。なんかよくわからないんだよねっていう方向けに、申請サポート会場が開設されます。補助員がいてくださって電子申請の入力サポートをしてくれます。これは全ての都道府県に設置予定で、全国64会場ありますので、ウェブでね自分で申請するの不安だわという方は、この申請サポート会場がどこにあるのか、もしくはこちらの方の予約申し込みの方をしてください。サポート会場の予約の受付開始予定は1月26日からです。そして2月の1日から申請サポート会場が開設される予定ですので、まあ、しっかりとね受付開始間に合うように事前に予約しておくといいんじゃないかと思います。このようにね、自営業とフリーランスに役立つ情報を動画で投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメントすべて読んでますし、高評価ボタンなどや感想コメント励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私は他の SNS、 インスタグラムは 1.3 万人、 Twitter もしてますし、 TikTok もしてます。 TikTok はフォロワー 5.9 万人になってますので、ぜひ他の SNS もチェックの方お願いします。もう一つお知らせです。課税理士川南はオンラインサロンを運営しています。顧問料より10分の1ぐらいの圧倒的な安い値段で税理士をオンライン上に味方につけることができます。これは Facebook の非公開グループで運営をしています。そこで質問投稿することで、質問や相談がすることが OK です。で、私が投稿に対して質問に対して答えを投稿していくって感じですね。で、2つ目のメリットはサロンズームを定期開催しています。サロンズームにて私に直接相談や質問ができる場、また他のメンバーさんとの情報交換ができる場としてとても好評です。で、3つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。私が今どんなことを考えてビジネスを進めているか、または SNS の集客の方法、新しい税金や経理情報などなど、もうねオンラインサロンのみだけ優先して情報を投げてますので、こちらの3つのメリットがありますので、ぜひオンラインサロンの参加をご検討ください。メンバー皆さんほぼ YouTube から来てる方ばっかりなのでね、全く知らないからどうしようっていうような不安はないと思います。はい、それでは本日の動画以上になります。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。本の方ね出版してますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。もうね、事業復活支援金情報盛りだくさんでしたけどね、皆さんしっかりと情報入れてついていって、申請が無事にできますように願っております。それではまたの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士川南でした。それではまた。